はい、どうも皆さんこんにちは。というかおはようございます。おはようございます、おはようございます。カフェスタ火曜日担当の丹羽秀樹です。よろしくお願いします。素晴らしい、今日はですね、文部科学省の中で私が大好きな、福井副大臣ですね、ゲストでお招きいただいております。おはようございます。どうぞ福井副大臣よろしくお願いします。さあ福井先輩、まずこのバッジ、はい、これ何なん頑張ろう福島でございます。福島の復興再生なくして日本の復興再生はないと、頑張ろう福島。あ、なるほど、そのバッジなんですね。そのバッジです。いや、しかし宮城県も岩手県も千葉県も茨城県も忘れておりません。あ、なるほど、さすがと言わないといけませんね。何ですかそのすごく今のいや、バッジの説明。いや、バッジの説明、これが拉致、拉致のバッジですね。これがですね、2020年、はい、東京にオリンピックをということで、ちょっと曲がりましたね、はい、招致活動をしております。オリンピック招致、はい、ぜひあの国民の皆さん方も、あのテレビをインターネットをご覧いただいている皆さん方もご協力いただきたいというふうに思っております。9月7日にそうですね、アルゼンチンブエノスアイレスの IOC の総会で決まりますので、それまでの間選挙活動一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの諸外国行って皆さん個別訪問してください、ね、100票しかありませんので一つよろしくお願いします。100票なんですよね、はい、IOC の、まあ、正確に言うと101人ですけど、はい、あの101人目の100の方は日本人なので、あ、なるほど、基本的に投票権がないと、そういうことです、はい、なるほど、非常に、100票、はい、公職選挙法適用外でございます。適用外ですね、はい、大丈夫です、何やっても大丈夫です、はい、何やってもダメです危険な設定は禁止です、今日はもう本当尊敬するには政務官のこの番組に出演させていただきまして本当に光栄でございます。よろしくお願いします。今日死んでも悔いはございません、一つよろしく。何ですか悔いがありませんとか、何ですか。あのぜひですね、はい、今あの福井副大臣が担当が、科学技術とスポーツ、ね、ということでですね、はい、非常に幅広い分野でなんですけども、結構視察が多ございますよね。そうですね、いろんなところ回られてますよね、はい、まあ、一般世の中では遊んでるというふうに言われておりますので、いや今日その印象をさらに詰めていただくためにちょっとビデオとですね、はい、あ、ビデオも資料を持ってきましたが、はい、まあ、ちょっと引いてですね、ちょっと真面目な話で、はい、ニコ動 の書き込みでつまらんとか多分言われるでしょうけど、いやいや25年の予算そんなことない。25年度予算の、はい、これ文科省全体が書いてますけど、はい、まあ、この辺ちょっと無視してですね、はい、ここ無視しちゃうの、無視しちゃっていいんですか。ここだけちょっとですね、ピックアップして、ちょっとズームアップしていただいて、はい、科学技術イノベーションというのをちょっとご覧いただきたいと思います、はい、でここに iPS とありますね、ました、ね、iPS 細胞、はい、これは細胞の時間を戻すっていう意味で、ES 細胞はあの潜在能力を高めるという意味なんです、はい、で iPS 細胞というのはその細胞がずっと進化してきたその時間を戻すという、時間を戻すというそれがあの本質なんですけど、この iPS 細胞、はい、なんとですね、今までの日本政府のノリを超えて、はい、10年間安倍総理が山中伸弥先生にですね、はい、予算を差し上げますという約束をしたんですね。新しい試みですね、来年度予算、その次の年度の予算を差し上げるということだけでも今までダメだったのに、はい、10年間約束した1000億毎年100億 1% だけくださいよね、本当に。いやダメです、ダメです、何個人的にお願いしたいねという、まあ、そういうですね、なるほど、あの予算の改革も含める、それからそのイノベーションというのはもう今までなかったマーケットを作る、はい、ロボットを作る、薬を作るっていう、はい、もうまさに今まで、目うろこのような事業がですね、はい、科学技術の世界で今まで基礎研究だけでしたけれども、はい、実際に社会に使っていただくような技術を文科省としても、はい、支援しましょうということで、はい、実はこの予算1兆円あるんですね。結構ついてましたよね。1兆円、いや僕実はあの公共事業族でしたので、はい、文教族に今回出世させていただいたんですがこの文教族の科学技術研究予算が1兆円もあるってのは知らなかったわけでございまして、実はこれがばらまきではないかという疑念をですね、さっきまでいただいてたんですが、いや実はそうじゃなくて1つの研究一つの先生に、一人の先生にですね、10年間で1000億を集中投資するというぐらい、そのイノベーションこそ安倍政権の3本の矢の一つ、最後の矢、成長戦略、その成長戦略のまさに肝中の肝がこの文科省の1兆円の予算だということを、ぜひニコ動の批判的な皆様方にもですね、まさにじゃああれですよね、あの副大臣、これはあの
安倍内閣の3本目の矢の中心といっても3本目の矢の中心ですね。成長戦略の中心的な3本目の矢の中心ということで、ちょっと曲がってしまいました。後段的にやらなくても、それでですね、はい、あ、ちょっとあのパネルをちょっとパネルを大転換しましてですね、はい、で、あの、まあ、さっき申し上げたように今まではどちらかといえば大学の中だけ、研究所の中だけということで、はい、まあ、終始してきた批判があったり、はい、まあ、まあ実際そうだったと思いますが、今回の予算からですね、はい、この社会貢献とか、はい、マルポチ産業界とかありますけれども、はい、実際にそのマーケットを作る、実際に商売になって儲けていただく、そしてそれが社会全体、世界全体に貢献するというために何をしたらいいかっていう、この輪っかがありますよね、この中は、はい、あの猛獣がこう、火の中をピッチッとこう飛んでくような、サーカスですね、だけどこれは今まで、まあ、どちらかといえば研究してる人とかドクターとかですね、はい、ポストドクの人があんまり考えてこなかった世界なんで、はい、それを文科省として研究してる人と一緒に頑張ってここを乗り越えていこう、突破しましょうと。いいですね、乗り越える。まさにあれですね、今回はその出口を見据えた政策、出口を見据えた、そうですね、なわけですね、マーケットを見ながらの政策なんですね。さすがグレートコミュニケーターには政務官の言葉。いやいやいや、最近あのコミュニケーション障害だったりとかですね、まあこの画面をちょっとね印象に残していただきたいなということで、もう本当に高いこの段ボールに貼ってですね、紙を。そうだね、いつも段ボールやめてくれよ、もうね、あの党本部予算つけろ、お願いしたいと思います。それでですね、はい、冒頭おっしゃった、視察で、これがあの、はい、アルマ望遠鏡とチリにあるんですね。南米のチリ、チリといってもチリじゃない、いやいやいや、そんな高度5000メーター、砂漠にこの高度5000メーターですから水蒸気がほとんどなくって、まあ本当に多分夜行ったらめちゃくちゃ綺麗な星が降るような星が見える、その宇宙の深淵なる宇宙を観測したい、宇宙がどうやってできたのか、人間とは何か、生命とは何かっていうことが分かる望遠鏡を作るのに、ヨーロッパとアメリカと日本がですね、はい、共同してお金も出し、そして人間も出して、はい、やっとこの、1ヶ月半ぐらい前にですね、はい、あの完成式、イノギュレーションセレモニーというその、完成式典がありまして、それにその日本政府を代表して、はい、行かせていただきましたので、これは、はい、これは望遠鏡です。望遠鏡です、いっぱいあるんですね。ですからその直径がその包括する円の、その直径と同じ機能を持つということなんですね。すごいですね。ですからもう直径何百メーターの望遠鏡を作る代わりに点々点々とこれぐらいの、まあ、10メーター20メーターの望遠鏡を作っておいて、はい、それで同じ機能を持たせようということなんでございますが、これが高度5000メートル、これが高度5000メーター、富士山何メーターです？富士山、3700、それよりもぐずっと高いところに、ね、あの望遠鏡が、世界で一番高いところにある、あの固まった望遠鏡。これ副大臣、はい、現地で撮られた写真ですよね。いいところですね、いい質問ですね、登ったんですか、じゃあ、この高さまで。高度5000メーター、この酸素ボンベでですね、うん、あの酸素を吸いながらですね、うん、ようやく5000メーターに達して、見てまいりましたのでですね、そんな、まあ、その過酷な場所に、過酷な場所得意なんで、得意なんですか、もうほんと踏まれて、ね、石投げられて、もう大変な目に、もう普段選挙で会ってますんで、いやいや、そんなことない、それで、そして、もうこの式典は2000メーターのところであったんですが、はい、その開通式典といいましょうか、開業式典、はい、開業式典、の様子をちょっと、あのチリの大統領がボタンを押してですね、一斉にこの望遠鏡が、ロボットみたいに、シンクロナイズドダンシングしますんで。そうなんですね。ちょっとその動画がうまく出るかどうか。動画があるんですね、これ。動画。ちょっとじゃあ動画の方、はい、行ってみましょう。よろしく、9で。9、勝手に9でしょ。司会者。出てますね。司会者頑張って。
一緒に動くんですよ。もうロボットと一緒でシンクロしながら動いてる、シンクロもう感動ですよね。あ、わざわざ 近く行ってみると、いや本当にでかいんですね。大きいですね。人間がこれぐらい、望遠鏡がこれぐらい、超大きいですね。これが高度5000メーターに設置、66機設置されて、66機もいるんですね。でこれが先ほどの動画の、まあ、写真ですね。ここで私もですから、出張旅費を税金でいただきましたのでですね、きちっと英語でスピーチをさせて、いやこれはこ、その動画ないんかって聞いたら、いやないんです。そこかっこよかったんやけどね。あ、英語で喋ってる、まあ、残念ですね。その僕の演説の前に、なんとその宇宙ステーションからですね、宇宙ステーションからお祝いのメッセージが来ましてね、もう完全に取られましたね。これさえなかったら僕が独り占めしたんですけど。なるほど。本当になんか、もう宇宙、残念、残念。でその66機、高度5000メーターのところに、2000メーターのところに工場があって、はい、これはもう本当にこの黄色いやつのこのだからあと2倍ぐらい、はい、土台台車っていうのかな、はい、ありましてね、そのこの白いのが、その、パラボラアンテナ の, あの望遠鏡の、はい、ちょっと一部ですけどね、こんなでかいので、はい、2000メーターから5000メーターまで運ぶんですね。すごいですね。タイヤでもう本当にその、自動車というかトラックというか、なかなかじゃあ一機運ぶだけでも1日は、1日じゃダメですね。で、まあ、こういう砂漠です。砂漠だから水蒸気がなくって、空がクリアに見えるので、はい、私の心のようにクリアに見えるから、いや本当素晴らしいわと、綺麗わと、こうなるわけですね。これ、まあ、もしかして、まあ、こういう砂漠疑問聞いていいですか。はい、疑問、はい、これ地上絵の上で車で走ってるわけじゃないですか。地上絵、本当ナスカからと思いますけどね。そんな感じなんですよね。同じ地理ですよね。そうですよね。地理ですが、地理じゃなくてダストじゃなくて、ダストのじゃない、地理っていう国家でございます、ね、国の方ですね、はい。アタカマ砂漠というところで、アタカマ砂漠、はい、で近くに行ったあの動画もありますんで、ちょっと2分ですから飽きないように、あ、動画またじゃあ動画入りますか。動画をちょっとじゃ、はい、でちょっと止まってるからっていちいちあのニコ動で書き込まんようにしておいて、はい、じゃあ動画行きます、はい、近くの動画、風の音しか聞こえませんのでね、その 5000m の風をぜひ聞いていただきたい。はい、ありがとうございました。綺麗な、すごく空が、それでもうあの私宇宙物理学趣味なんで、はい、あの種子島まで H2A ロケットの打ち上げ、打ち上げのシーンで、もうほんの一瞬ですけどね、やっぱりあの感動いたしますね。
皆さんもぜひ一度見てください。もう本当に、これリアルタイムで、そうですね、見られたわけですね、もうあのこうやって、ただ呆然と見てるこの辺が私の姿でございますけど、ね、ただ呆然と、一瞬ですけどね、この中にあのスイッチ押しちゃったら手出しできないですから、呆然と見るしかないですから、もう本当に、もうですけど、あの日本もロケット技術が、最高で、どっかの国のミサイルよりよっぽど素晴らしい、どっかの国ミサイル危ない危ない、今すごくタイムリーな話になってしまいます、タイムリーな話になりますから。それで最後にあの庭専務官のご指導を得て、先日地球号で、ございます。これメタンハイドレートを掘削した、はい、今朝の新聞で佐田沖であのメタンハイドレートなどをですね、あの掘削をするという仕事は実は経産省なんですけれども、その経産省に船貸してるのは文部科学省でございます。すごい、庭政務官がお金、庭政務官がお金出して作ったこの地球号。いやいや、うちの船、この船主だよ。この櫓がですね、あの120メーターありまして、すごい高いですよね。4つのパイプをつなげて、それでズドンと打ち込んで、時間をあのあまりかからないようにして、深さ2000メーター、3000メーターのところまでですね、掘っていくことができると。で、その、微生物も住んでいる、その資源もある、そしてついにはマントルにまで到達するように、この地球号が、まあ、設計をされていてですね、これは庭先生がお作りになった、その、およそ日本国政府が作った、最大の船の大きさで、長さが戦艦大和と一緒、幅は戦艦大和よりも大きい。もちろん高さは環境、戦艦大和と環境より高いわけですね。120メートルありますからね。だから日本国政府が作った最大の船、これが地球号で、文科省で担当している研究基盤活動もしているし、これ地球のヘリポートで写真撮られた。はい、あ、そうですね。ですね。いいところ、いいところ、いいところですね。地球号のヘリポートで写真撮られた、ね。普通のヘリコプターしか発着できませんので、ね。そうですね。オスプレイとか無理ですよね。オスプレイ無理ですし。まずいですね。どうでしょうかね。わかりませんけどね。あ、この写真副大臣撮られたんですね。あ、そうですね。よかった。うちのですね、私も写真撮ってもらったんですけど、バックが富士山しか写ってない。バック富士山ですか。その清水港が撮って、観光に来たんだろうっていうしかなかったんですよね。どう見てもね。まあ、まあ、ことのさよりですね、あのこの2人でですね、冗談が8割ぐらい、仕事真面目が2割ぐらいで、頑張っておりますけども、あまり目立たないところでですね、もう本当に誰も見てないところで頑張ってますんで、ぜひ文部科学省の活動、科学研究費の活動ですね、今日ニコ動で、大変な温かいメッセージをたくさん、たまりまして本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。そして毎週火曜日、庭秀樹一つよろしく、私の方からもお願い申し上げたいと存じます。今日は本当に私が大好きな、福井副大臣に、ゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。